お元気ですか？僕趣味です。今日は納豆チャーハンでございます。久しぶりのね、ご飯料理でございます。で、丼物もね、過去にはありましたけどね、チャーハンだけでは面白くないから納豆を入れてね、あの生姜とニンニクとネギを加えたね、ま、ザ日本人向けのチャーハンでございます、ね、これにね、本当はシソとかね、みょうがとか入れてもね、いいんじゃないかなってね、思ってはいてますけどね、なかったのでね、入れませんでした。で、右側の方が卵スープでございます。で、お酒はウイスキーのサイダー割りでいきたいと思っております。でですね、過去にね、あの海鮮丼の動画を上げたんですが、この度ですね、 この動画がですね、視聴回数4000回を達成しました。本当に皆様ありがとうございます。まさかね、こんなに回数が上がると私自身もね、思っていませんでした。これからもね、またあの私くだらない動画ですがね、ごめん、くだらない動画ですけど、もっとね、たくさんの方に見てもらえる動画をね、上げていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。またね、カレーでトト動画ね、上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。